い心を抱いて旅をする、汽車があるハートブレイク急行。いつもはしゃいで街が眠る時間に立って、さよならも言わないで闇に消えてゆく。やがてもうこの汽車を降りる人もある。悲しい物語、切ない物語、きっとそうだよ。誰が名付けた汽車か、顔を隠した人が今日もまた乗っている。送る人もなく
は蘇る、でも外せない。一つ目の幸せでしたね。何？もう一つの精神でいっちゃうとね、お送りいたしました。まあ先ほども言いましたように、今年は本当に、当時のフォーリブスとしては考えられないぐらい、皆様と本当に、久しくお付き合いをさせていただきまして、やっぱり25年前のフォーリブスは、まあ、ジャニーズ事務所というとこからデビューしましたんで、あんまり皆様とスキンシップをする機会がなく、また、仕事に追いまくられてましたんで、とにかく毎日毎日がレッスン、テレビ、レッスン、テレビと、そしてコンサートと、1年間本当に休みが3日4日あったかないかぐらいの本当にハードスケジュールを12年半4人でやってきましたが、今年再結成して一番感じたのは、本当にフォーリブスとこのファンの人たちが一緒に楽しく過ごす、これがなんかやっぱり本当だったんだなと。若かりし頃はあれはあれでよかった、今回は再結成した時にふと思ったんですね。ですからいろんな集いとか、いろんな企画を皆さんと一緒に楽しみたんですけど、やっぱり一番僕が今年思い出に残ったことは、ニューカレドニアに4人で行ったことなんですね。もちろん
ファンの皆さんも皆さんいらした方もいらっしゃるんですけど、なんといっても24年ぶりに4人で外国旅行をするということで、まあもちろん昔は全然そんなことも考えなかったんですけど、今回24年ぶりだなと思って行ったら、まあ楽しいのなんのって、まあ本当に場所も良かったんです。ニューカレドニアという場所がね、まあ、それもあったんですけど、本当になんかこうみんなで和気あいあいと楽しい時間を過ごさせていただきまして、もちろん向こうのディナーショーもやりまして、向こうからもいろいろと親善大使という大変な重役を、おせつかりまして、まあその件に関してはね、織山さんの方からちょっとご報告、ビデオの件に関しても。ただいまご紹介をいただきました広報部の部長でございます。以上です。じゃあそうなんです、まあ皆さんご存知のように去年24年ぶりに再結成をして、そして4人で詩を書いたいつも愛という曲、これがオリコンの第1位に輝く日はいつに来るのだろうとね。ベトナムの方で流行ってるらしいですよ。ああ青さを着て、ね、だからこっちには情報が流れてこないんですよね。なるほど、まあ、でも24年ぶりに出した曲がそのニューカレドニアのイメージソングになりまして、親善大使という形で今年行ってまいりまして、実はそのニューカレドニアの、まあ、気候ですね、それを収めたビデオが大変長らくお待たせをいたしておりますが、もうしばらくお待ちください、来年早々ぐらいに出来上がるということなんで、これも何ですか、待てない、そんなことじゃあ待つなとでもね、今一生懸命やってますんでね、来年早々ぐらいですね。そうですね、ちょっと中身のことを言いますと、あんまり僕たちほら当時ビデオとかそういうものがなかったから、プロモーションビデオとかってね、残ってるものがないんですよ。だって当時レコードでしょ、ビデオなんかできた、ビデオだってまだこういうガチャってやるようなそんな時代ですからね。電話がだってこれだったんだからテレビこれだもんね。え、そう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 、だからそういう時代に生まれた終戦の間もない時間ですからいや本当でもないんですよ。だから今回ね、きっといい思い出もなるでしょうし、また行かれてない方はこんなことやったんだな、そんな風に見ていただければと思ってますんでね、一つよろしくお願いしたいと思いますが。